ちょっとこの流れであれですけど、はい、そろそろ売谷さんの作品というのをちょっと、はい、頼むよ。俺が画面に映ってない時間を作ってほしいじゃあそのために、はい、なんかリクエストをいただいて、はい、ちょっとありがとうございます。売谷さんの作品見てみたいという恐縮しております。ちょっといくつかちょっと見繕っていただいたというか、2点印刷していただいたんですけれども、ここに、ね、あ、まだ俺が結局俺で映るのか、はい、こうしますいいよ、ここ置くよ。すいません、うん、ありがとうございます。歌舞伎が好きなので、はい、歌舞伎の絵よく描いてるよな。の水彩、うん、で、プロフェッショナルな絵ではなく、恥ずかしいんですけども、まあ、7、8年ぐらい前、歌舞伎が好きで、とにかく楽しくて好きで描き始めた頃の。へえ、これ描き始めの頃なんですか。そうですね。これは寺子屋という、うん、お話で、ちょっと怖い絵なんですけど。なんで？生首が、実はありまして、これは首実験という首を見分する場面なんですね。で、まあその主君のを守るために自分の我が子を身代わりにするという、これは実の子供の首実験をしている、だけどそれを表に出せずに腹で演技をしているというシーン、緊迫感があるシーンなんですね。で、まあ色彩、歌舞伎の色彩とか緊張感とかそういうものを、あと色彩を描くのが当時とても楽しくて描いてましたね。なんか色使いがちょっとカラフルというか独特な、うん、脇の裏方さんが結構心惹かれるタイプなので、私はなのでこういう人たち、そうなんです。そこにちょっと自分の湧いてきた色とかを重ねたりして描いておりました。ありがとうございます。これも歌舞伎？これも歌舞伎で同じ頃、かごつるべという、この間のラトゥールのイカサマ氏じゃないですけど、田舎のお金持ちが江戸に出てきて、で初めて花魁道中に遭遇して初めて花魁というものを見て目があって自分に笑いかけたと思って一目惚れしてしまうというシーンなんですね。でこれが最後は悲劇につながっていくんですけど、オイランに見とれてる表情が描きたかったので、そこにちょっと寄ってみて、口を開けて、うん、ポカーンとしてる、いい場面なんです、これが。これいい場面、はい、なのでちょっとオイランと裏方さんはちょっとシュールな表情になっちゃいました。顔になんか斑点みたいなのがあるの？そうなんです、アバター顔の方の役なんですね。なのでお金はあって性格も気前もいいんだけどちょっとコンプレックスがあるっていう役柄、うん、で花魁に一目惚れしてしまうという、まあ最後の非常にドラマチックなことになるんですが、歌舞伎にご興味ある方はぜひ、歌舞伎もアートだと思うので、うん、もう舞台が絵なので、おいい表現ですね。ぜひ機会がありましたら見に行っていただきたいな。なんか売谷こういうののさ、はい、個展みたいなのやってなかった？何回か飾らせていただいたりとか、カフェみたいなとこでやってたよな。はい、来ていただきましたね、うん、はい、うん、またやんの？今は
絵はあんまり描いていなくて、うん、あんまりこう器用じゃないのでこう片手間に描くみたいなことができないので、うん、またゆくゆく、あ、そうですか、いつか描いていきたいな、はい、わ、はい、かりましたはい、はい、こんな絵を描いてます。コメントでも古谷さんすごいとか、いい表情とか古典すごいとか、いや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 、おいらんの隣って男がついてるんだ、男がついてんだよね、それは。そう、それ俺も知ってるよ。この男性がお弟子さんがやるんですよ、うん、この役を。誰の？このおいらんはいつももうトップの女方さんがなさるんですけど、うん、その方役者さんが、まあ、選ぶのか、うん、よっぽど信頼した人じゃないとできなくて、うん、なぜかというと花魁ってすごい高下駄を履いて花魁、うん、道中をするので、なんで八の字を八の字でしゃなりしゃなり歩くので、うん、そのこの男性の肩を借りて、うん、なのでこの肩がちょっとバランスが悪いとくて転んでしまったりしたら一大事なので、すごく信頼できる人じゃないと、うん、ですし、この方も自分に注目が来ないようにずっと目線下なんですね、うん、で横目でずっとこう支えて歩いてるっていう、なんかそっちに気が こっちが好きなんだろう。そうなんです、こっちが好きなタイプだよね。そうですね、はい、うん、そうなんです。裏方さん萌えですね。では落語でも出てくるから知ってるよ、男の人がついてんだよね。はい、こんな感じですよ。はい、すいません、お恥ずかしいです。ありがとうございます。古谷あかね作品でした。古谷さん、基本はこういう歌舞伎の絵が多いというかメインなんですか？まあ、好き好んで描いていたのはそうですね。でもお花とか植物とか描くのも好きですね。はい。なんかもうちょっと余裕ができたらまた描きたいなって思ってます。忙しぶってる。でも忙しくなったよな、一時期比べてな。一時期比べて忙しくなったよな、本当に。あ、なんか先ほど配信前にお二人で、うん、話されてたと思うんですけど、なんか映画とかで、はい、ここはちょっと描写が違うから気をつけなさいみたいなことを話があるみたいなことをおっしゃってませんでした？何？映画？映画？なんか何の描写ですか？何の描写ですか？何でしたっけね、あ、ダヴィンチコードだ。ダヴィンチコードはだって割と別にあんまり宗教とか関係なく全般に若干とんでも系の話だから陰謀論の話だからそれで特にカトリックの人はとんでもないって言うよな、あの話は。シスターは言うよな。ちょうど自分が大学の頃に流行ったので、うん、大学のシスターがみんなここは正しくないから、ま、真に受けちゃダメですよってこれはあくまでフィクション小説だからねっていうのを、うん、おっしゃってる、うん、そりゃそうだろう、うん、っていう記憶はありますね、はい、うん、よそんなの覚えてたで島田さん